彼女は夢を描いています。はい、私の父は、毎週末ゴルフをします。そのリンゴの値段は1ドルです。サムはクイズ番組が好きです。あ、その若い女の人を知っていますか。彼女は彼女の手を洗っています。エイコは毎日制服を着ています。彼女はクラスに遅れた。彼女は看護師になりたいと思っています。あなたのお兄さんは何歳ですか。17歳です。私は夏休みにキャンピングに行きたいです。ああ、間違えてる。後で解読。今度はこれらにウォントンとかウェントでしたって書けばいいんだよ。終わり、次。そういうのは YouTube テクニックってね。次。次だよ。はい。彼女は、イルカがとても好きです。私はいくつかのいいニュースがあります、持っています。彼はとても今日疲れて、とても疲れています。明日は学校の、お祭りです。彼は、それはとても楽しみです。ん？彼らはとても期待されています。ん？ぜひは期待していた。ちょっと訳してみ。それはとても楽しいです。え？楽しいです。違うよ。期待してて。うん、ちゃんと訳してみ。この訳せん、頭からちゃんと訳してみ。明日は学校の、お祭りです。うん。彼らは、とても楽しみにしています。まあそれならいいな。ぜひって誰？生徒たち。そう、まあ、興奮しています。楽しみにしています。ワクワクしています、はい。彼らはアイスクリームを買っています。うん、彼らはその絵を描いています。彼は彼の、家業を探しています。そのスーパーマーケットは来週売り上げ、セールするでしょう。いい週末過ごしてください。マヨーナ。彼はそのサッカーチームの一員です。みんなが彼のスピーチを楽しんだ。彼はその銀行ん銀行その足があ、これそのバンドでドラムをしています。バンドとバンだからいいって返せがいいだろ。え、何すんだよ。大きくした。おいおい、続けろよ。ちょっともう一回やり直しだ。え、なんで。だってスピード違うじゃん。だから言ってた。 YouTube のコメント欄でこの時のマークはハンドですいいな。おい、やめておい、ふざけんじゃねえよマジで。おいおい、ひどすぎだろ。さっきさ、このバンクとさ、何が違ってたっけ。ウォント、ウェントとウォント。ウェントとウォント。ウォントが違うんだよね。で、これ後でチェックして。まあいいや。いや、もうこんなのも入れちゃう。はい、次行くよ。あ、何回目だったっけ、忘れちゃった。まあいいや、次行こう。で、今ね、3週目ぐらいなんで、行け。いいよ。ごめん。あ、次ね。はい、どうぞ。あなたの私は住所を教えてください。OK。みんな、静かにしてください。OK。私はその店で T シャツを買った。OK。彼女はしばしば、6時に、朝食作り始めます。OK。その車は、その角で、角の近くでゆっくりスローダウンした。まあいいや。その T シャツは、その店では整理中です。グリー。そのパーティーに来てくれてありがとう。あなたこそ。あなたもね。違う。ようこそ。こちらこそだ。うん。こちらこそ。まあ、日本語に難しくて、多分その、どういたしまして。大丈夫ここらへん。大丈夫です。You are welcome。どういたしまして。はいはい。じゃあ、4週目か。ほい。2箇所もミスがあったね。私は新しい傘を買いました。はい。私の家族はアパートメントに住んでます。はい。その動物園の門で会いましょう。
サムは、イルカハンが準備できています。彼女のお母さん怒っています。彼女は、夜ご飯後しばしばテレビを見ます。うん、4時がリーダーか。いつもテレビを見ます。そうだよ、間違いない。マサギは彼は絵を描いています。私たちはよく、放課後その、公園に行きます。こんにちは、どうかしましたか。はい、女性用の服はどこにいますか。私は、風邪をひいています。お気の毒に。